を続けるケンシロウとバットの前に突如現れた町。しばしの安息を求め町に身を寄せるケンシロウの前に現れたのは。なあ、あんた強そうだな。うちの用心棒にならないか。悪いが、長くとどまるつもりはない。なあ、そんなこと言わずにさ。ここには水も食料もたっぷりあるんだぜ。ケン、なぜここに。もう会えないかと思ってた。呆れたやつだな。ここまで俺たちを追ってきたのか。その子は。砂漠で倒れているのを見つけたの。それでここまで一緒に。何でも人手を探しているみたいなの。お願いです、僕の村を救ってください。村を。お前滝じゃねえか。お前なんでこんなところに。バット兄ちゃん、バット兄ちゃんだ。なんで村を出てきたんだ。それに村を救えて何があったんだ。村の井戸が突然枯れちゃって水が出なくなっちゃったんだ。おばちゃん、僕たちみたいな身寄りのない子供がいるから村から出れなくて一人で井戸を掘ってるんだ。でもおばちゃん一人の力ではどうにもならないんだ。あのバカまだ生きてたのかよ。井戸を掘るには男の人の力が必要なんだ。バット、行こう。お前の村へ。え？案内してくれ。
いくら剣でも岩盤を割るなんて。バット、剣を信じましょう。ああ、お願いしますじゃ。水がなければ子供たちに生はない。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。水が出たことを知られればたちまち野党どもの餌食になってしまう。隠し通した方が良いだろう。わかりました。もしよろしければこの村にとどまってはくれんじゃろうか。俺がいればかえって災いを招くことになるかもしれん。そうですか。バイクのエンジン音。俺には何も聞こえないぜ。村の方角だ。それも1台や2台ではない。まさか。ケン、おばさんたちが。戻るぞ。モズゴ、戻ってきやがった。ジャッカル様に仕切られるんだ。おお、お前たちの相手をしている暇はない。死にたい奴からさっさとかかってこい。ほざくな。あの水は俺たちのもんだぜ。とっとと帰んな。Woo-hoo!
んたとやり合う気はない。さらばだ。ジャック、ケン、ババア。おとなしく言うこと聞いてるや。長生きできるのに言う。人を殺した後はしょんべんがしたくなる。お前はジャッカルの手下だな。貴様はババアの村の。死んでもらおう。そんなこと言っていいのか。ここには仲間がたくさんいる。俺が合図すればみんな出てくるぜ。構わん、合図してみろ。その方が手間が省ける。後で吠え面かくな。助けないんですかい、ジャッカル様。その必要はない。なぜです。フォックスはあんたの右腕。俺の右腕はここにある。それに奴があの男の相手をしていれば、それだけ俺たちが遠くに逃げることができる。しかしフォックスもただの男ではない。結構食い下がるかもしれんぞ。全員に町を離れると伝えてこい。なぜだ。なんで誰も出てこねえ。仲のいいことだな。くそ、裏切りやがったな、ジャッカル。てめえも奴らも皆殺しだ。殺してやる。ぶっ殺してやる。死ぬのはお前だ。ただしジャッカルの居場所を聞き出した後だがな。Woo-hoo!
んだ？口が勝手に新一という飛行をついた。貴様は口を割るしかない。ジャッカルはかつて凶悪犯ばかりを集めて投獄していたと言われるビレニープリズンの跡地。そうか。なぜ口が。では貴様の処刑を始めようか。殺してやる。ここまで来ればもう大丈夫だ。フォックスのおかげで俺たちは生き延びることができた。奴の死は無駄には。なっ、バカな、追いつけるはずがない。終わりだ、ジャッカル。覚悟を決めろ。野郎ども、こいつを引き殺せ。そう解き放つしかない。どこへ行こうと逃がしはせぬ。悪魔を倒すには悪魔だ。聞こえるぞ、悪魔の孤島が。今そこから出してやる。行け。過去700人を殺し死刑執行されること13回だが、そのことごとくを生き延びた。今こそ蘇れ、デビルリバー。
お前は自由だ。そうだ、光。名義だな、ジャッカル。来たな。弟よ、奴がお前を閉じ込めた張本人だ。 まさに悪魔だな。 時の皇帝に禁じ手とされ、伝えるものはいなくなった。<笑>こいつのデブルリバースという名は、その憲法の称号なのだ。 30% 使えるのみ。しかし俺は 100% 引き出せる。それが北斗神拳王、天竜呼吸法。 北斗、七死聖典。なんだお前、何した。
を倒してくれた。そいつはお前の弟ではなかった。冗談じゃねえ、こんな化け物。待ってください、助けて、信じます。